ラントリップアプリで走るとマイルが貯まる。貯まったマイルはラントリップストアのクーポンと交換できる。ラントリップでお得なランニングライフを。皆さんこんにちは、ラントリップ編集部のヤリーです。今日もナイスランスポーツ MC の岡田です。今週も始まりましたウィークリーラントリップインシャモニー、フランスからお届けをしております。どこって思ってる方が多いと思うんですけど、はい、我々がねウルトラトレイルデューモンブランという大会に出走してラントリップでレポート動画を作るということで、はい、取材をしに来ており、 でそこの泊まってたエアビーといいますか宿からお届けをしております。岡田さんお疲れ様でした。いやーありがとうございました。エアリーはねずっとサポートで、そうですね、動画も撮影をしながら、はい、こうレースの状況を追いかけながら、うん、大会の事務局と交渉してここ撮影していいですかみたいなことをバタバタやってくれてましたけど、はい、確認が全部英語かフランス語だったんで、そう、ね、すごいやっぱそこ苦労したのと、はいはい、岡田さんも最後のポイントで熱中症になったって情報が入って、はい、で制限時間46時間のギリギリだったんで、そうですね、いや来るかなと今か今かともうスクロールして常に更新しながら、あちょっと1分進んでるとか、もう本当ドキドキでした。でも無事帰ってきていただいて本当ありがとうございます。そういうふうに思っていたっていうのを初めて聞きましたけど、はい、ドキドキって思いながらもLINE でね、はい、体調優先で頑張ってくださいってこうね、ライブ配信のこと気にしなくていいんだよってやり送ってくれて、そうです、ね、ありがとうなとか思いながらね本当フィニッシュ40時間って僕言ってたんですけど、はい、でそのタイミングで終わってライブ配信をお届けしようって言ってね、はい、やってたんですけど、僕46時間半の制限のうち46時間10分ぐらい使っちゃったんで、もう最大限です。そうそう、日本時間のなんか深夜1時ぐらいみたいなライブ配信になっちゃってすいませんでした。いやでもたくさんの方見ていただいてコメントもね、すごいですよ、ありがとうございます。もうねライブ配信にでお届けした様子もアーカイブで見れますし、はい、ラントリップと他でいやいろいろやってました。そうです、ね、インスタストーリーとか、はい、リールとかね、うん、ありますので、そちらもぜひチェックしていただければ。お願いします、はい、ここで UTMB の話はもう無限に僕ちょっとしたくなっちゃうんですけどまた別で、そうですね、別の機会で別でお届けしたいと思いますが、ちゃんとこのフィニッシャーベストをゲットできまして、100マイル今回も完走することができました。皆さんの応援のおかげでございます、ありがとうございます。動画すごいことになりますので、そうですね、はい、期待していただければと思います。ぜひチェックお願いしますということで、はい、フランスから、通常業務に移りたいと思いますウィークリーラントリップとは、はい、ランニングに役立つ情報やニュースを楽しくお届けする動画です。はい、 MC 上司のアイテムや Tips、 お得な情報もお届けしていきたいと思います。今週もう Tips というか、はい、情報盛りだくさんお届けしていきたいと思います。トピックこちらです。ドーン、盛りまず一つ目がアディダスから新色のコレクションスーパーノヴァで登場しました。来ました、スーパーノヴァ大人気シリーズ、フレッシュアクア大きいカラーって形で爽やかですね。爽やかな、うん、なのでランニング初心者の方から、うん、健康に楽しむファンランナーもちろんなんですけど、そうですね、本格的にランニングを取り組む方まで幅広いサポートができるっていうシューズになっているので、さすがスーパーノヴァシリーズ、履いても楽しめますし目でも楽しめますし、ね、うん、テンション上がりますよね。こういうこれ普段履きからもう全然、うん、もう男女問わずいけそうな感じです ね。発売に合わせて、はい、トトケンサウナトトケン、はい、で日本橋浜町のトトケン、はいはい、行われるということで9月の、29日の日曜日までの1ヶ月間、はい、試し履きができたりとか、おすごい、サウナなどが、まあ、もちろんなんですけどスペシャルドリンクが提供されたりとか、はい、心地よいランステっていう形で、心地よいランステ、はい、特別なイベントが開催中という。いいですね。写真拝見したんですけど側がすごいことになってますね。いやすごい、いつものトトケンじゃないっていう、ガラッと変わってるのが違う場所みたいな感じになってました。ここはアディダスのみたいなでもすごいいい雰囲気だし、うん、逆に言うとね通常の届けはもちろんいいんですけど、はい、今回でしか体験することができないということで、はい、これもぜひチェック行ってみたいですね。お願いします。シューズはもう発売開始されてますんで、うん、ぜひチェックお願いします。ニューカラー、続いてシューズ2足目ご紹介していきたいと思います。他からマッハ X2 登場でございます。 X2、 そうなんですよ、マッハっていうの、通常ねマッハっていうモデルもあるんですけど、マッハに、まあ、プレートが入ってるっていうのがマッハ X なんですけど、アップデートしてマッハ X2 ということで、シエロ X1 というレーシングシューズ、はい、レーシングシューズに今回はですねインスパイアされた構造ということで、それがアップデートしてるんですね、構造が。で前作よりも高速に、まあ、そしてスムーズにライド感を実現するという新作になっております。まあもう見てください、もう見た目がもうそうですね、はい、もうクッション性と、はい、まあそのスピード感出そうな雰囲気になっておりますけども、今回ですねミッドソール、反発力の強いペバのフォームを増量してまして、プレートが
ウイング状のプレートになってまして、まあ、これが厚みのあるミッドソールでも効率的に反発を得ることができるということで、ちょっと反発感が厚くてもそうだから、ちゃんと安定感が出るような形状になってるってことだと思うんですけど、さらにそのミッドソール全体がですね、まあ、他ならではというか、あの六角形状ですね、コロンと前に、はい、他といえばという感じですけれども、トゥつま先とかかとの部分、ヒールの反り上がりがこうより強くなってるということで、うん、まあ、より足が回りやすくなって回転力が出しやすいということになっております。まあ、ウィング形状のペバックスプレートというのを今回使ってるみたいなんですけど、まあ、これがねこう拡張していくということで、サポート力、まあ、コントロールのしやすさ、まあ、推進力というのがアップしていると。トップレーシングシューズだとちょっと足が持たないなっていう人とかも扱いやすいというかね、プレート入りの試しやすいような、そうそうそう、シューズになっていると思いますので、すでに発売をしてまして、9月の2日で3,800円税込みの金額になっております。なので、まあレーシングシューズ探してるっていう方もいいと思いますし、うん、どうだろうな、結構トップアスリートの、ね、テンポアップとか、そういうのにも使っていけるんじゃないかなというシューズでございます、はい、これからレースシーズンですから、そう大チェックっていうか、確かに、はい、これでレース出る方結構いるかもしれないです ね、 そうですね、これでも全然いいと思いますんで、チェックしてみてください。お願いします。はい、我々今フランスにいるじゃないですか、はい、フランスパリといえばこの夏、はい、オリンピック、ね、パラリンピック、NOW やってますという感じですけれども、アシックスがパリでアシックスハウスというですね、まあ、特別な場所をこの期間中に、まあ、オープンしておりまして、うん、ラントリップ編集部および私がですねちょっと様子を見てきましたね。ちょっと、まあ、オリンピックの競技大会に向けてですね、フランスパリに国内外の社員がこう駐在をするというね、で各国の選手とかチームに対してサポートをしていくっていうような活動をしていて、まあ、1階2階3階とかはフロアがあっていろんな体験ができるということになってて、ちょっと様子見てきたんでご覧ください。どうぞ。インナーアッパーたちを着せつける、で中敷きを作る、でこれらをアセンブル、組み立てるってことをして、今こういうシューズを考えてます。はい、なんかね、すごいなんかパリにこんなの作っちゃってわーってなりましたけど、そうですね、いや行きたかったですね僕も、まあ、そことは言わないけどね、同じ国にいるのにっていう感じですけどね、はい、雰囲気的にいくと、まあ、内容は1階がですねくつろぎの場とか、まあ、ランニングシューズでいうとメタスピードパリシリーズ、はい、こういったものが置いてまして、でカテゴリー横断のシューズコレクション、これセレブレーションオブスポーツコレクションという感じでですね、まあ、いろんなスポーツの、そうそうそう、だから結構僕らなんか普段ランニングのシューズばっかり見てますけど、うん、こういうモデルもやっぱり各競技でアシックスって使われてるよねっていうのが体感することができたり、で製品の展示はもちろんなんですけど VR、 ここまで追ってないか、こんぐらいかVR の体験ができたりとか、はいはい、あと3階の方ではですねアシックスブランドエクスペリエンスということで、イノベーションの変遷が分かるというね、この今までのねこの技術の革新というか歴史ありますから、これだからアシックスっていろんなところで展示とかをねやってますけど、そういった歴史も感じることができるという場所でございました。はい、続いて大会情報で湘南国際マラソン、おお、湘南国際マラソンといえば、まあ、12月頭のフルマラソン大人気大会でございますが、そうですね、何のお知らせですか。エントリーが間もなく締め切りということで、マジっすか。ウルトラランナーの宮子さんから特別コメント、うん、まあ、宮子さんが大会のアンバサダーっていうやってますね、練習会とかもやったりしてますもんね、はい、なんか特別にコメントいただいてるんですよ。お、見ていきましょうか。はい、じゃあその VTR もどうぞ。湘南国際マラソン大会公式アンバサダーのウルトラランナーの宮子です。湘南国際マラソンは世界初のマイボトルマラソンということで、紙コップが本当にねコースに何にも置いてない、とっても走ってて綺麗だなっていう風に感じるマラソン大会です。マイボトル初めてでちょっと使い方わかんない難しそうって思ってる方も、
使ったら意外と簡単で、そして便利。いつでもね、自分の好きなタイミングで給水できるっていうのがポイントです。コースはフラットな直線で、湘南の綺麗なキラキラした海を見ながら走れる素敵な大会なので、ぜひ私と一緒に走っていただけたら嬉しいです。エントリーお待ちしてます。みやこちゃんありがとうございます。いいですね、うん、やっぱあの湘南国際ならではのロケーションもそうだし、そうですね、やっぱ環境に対する取り組み、うん、でも環境に対する取り組みっていうのはもちろんすごいポジティブなんですけど、それだけじゃなくてマイボトル持って走る方が逆に僕の周りも、うん、あ早く走れたよとか、うん、結構気軽なく行けるっていう人結構いていいんじゃないかなって僕は個人的に思ってます。やっぱこの大会からそういうなんか文化が始まるというか、そうこれを機に考えるきっかけになるそういう大会っていうのはなんか素晴らしいなっていうのを思いました。ね、湘南国際っていう、うん、まあ、歴史のある大会がやっぱノースフェイスとね手を組んでるからこそできるっていう大会だと思うんですけど、はい、12月の1日日曜日に開催ということで、エントリーが9月の15日、もうすぐやべ、あと1週間ですね。日曜日の23時59分ということで、うん、これ気になってた方今すぐチェックお願いします。まあ、テレビの通販みたいになっちゃったあの会場は神奈川県の大磯プリンスホテルになってまして、種目がフルマラソン、あとですね10キロのファンラン、これちょっと定員にも達したということなんですけど、あとファンランでいうと2キロ、ラン&ウォークの 1.4 キロと結構海沿いを楽しめる種目がたくさんあります。そして参加費1万5000円、フルマラソンね、募集人数が2万6000人という大規模大会です。12月の締めくくりといいますか、海沿いを走っていく気持ちいい大会になってますんで、うん、ぜひお待ちしております。お願いします。あ、お待ちしておりますって言っちゃったけど、ゴールエリア付近で、あれですね、あれです、何ですか、チアゾーン来ました。北海道マラソンでやったやつ、やつ、いや大好評で、まあ、YouTube のライブ配信も行ってたんですけど、コメントで他の大会でもやってほしいっていうすごいリクエストをたくさんいただきまして、ありがとうございます。はい、まあ、ゴールエリア付近で、応援する人たちを、まあ、スポーツ MC の岡田さんが盛り上げて、あ、私だ、うん、よりこうでかい応援を最後ね、あ、そうですね、やることによってこう会場も盛り上がるし、うん、やっぱゴールシーンってすごい印象に残るポイントじゃないですか。そうですよ、それをやっぱ盛り上げることによって、うん、またこう来年も大会に出たいなって思っていただけたりとか、終わりよければ全てよしなんでマラソン出る方はもちろんなんですけど、はい、一緒に応援するっていうのがめっちゃ楽しかったじゃないですか、北海道マラソン。めっちゃ楽しかった。それを本当応援するっていう文化をまたここから広げられたらさらに楽しいと思いますんで、仲間が出るよとかそうじゃない方も、はい、このチアゾーンお待ちしております。お待ちします。ちょっとここで補足したいんですけど、あの UTMB で僕はずっと応援をしてて、チャモニーの街並みで応援がやっぱすごかったんですよ。やばかったって、はい、子供もあれあれってフランス語で、あの頑張れっていう応援をしたりとか、子供自らハイタッチしたりとか、子供の頃から応援するっていうカルチャーがもうここ根付いてて、すっごいびっくりした。それは我々がこういうチアゾーンを通してそういう文化を日本で作っていくべきだと感じたんだよ。チアゾーンに対してはすごい思いを、いやー確かに圧倒的な応援だったよね。圧倒的でした、ね、カルチャーが根付いたんで、これちょっと本当日本でも皆さんぜひ、いいですね、楽しみです。今週も最後にお届けするのはラントリップストア新着アイテム。もうすでに使ってる人も多いかもしれません、僕らも使ってますけれども、はい、ショックス来ました。ついに来ました。あのさ、はい、UTMB のブースエキスポがあって、めっちゃいろんなブースが出てたんですよ、うん、その中にもショックス、はい、来てましたね。めちゃくちゃ目立つところにありましたね。結構メイン会場ブース大きかったよね。大きかったです。でも世界中のアスリートが、おー、いいねこれみたいな。でその新作がね、ここにも出てたんですけど、ショックス、まあ、知らない方のためにちょっと補足しますと、ショックスはアメリカのイヤホンブランドになってまして、ランニングのために登場したというね、耳を塞がない骨伝導型のイヤホン、まあ、オープンイヤーイヤホンなんて言いますけど、周囲の、ね、音、あの耳の穴を塞がないんで遮断することなく音楽を聴くことができるということで、まあ、すごく周りの状況を把握しやすいとか、まあ、状況の変化とか、あ、電車来たな、車来たなとか、そういう危険を察知しやすいということで、うん、すごく安全にランニングを楽しむことができるという、まあ、ツール、まあ、ギアだからこそ、うん、めちゃくちゃ人気があるということで、はい、まあ、ちょっと専門的なところで言うと、外耳道を、うん、あの開放するということで、圧迫感が少ない快適な装着感になっているという、ね、うん、ものでございまして、はい、僕もめっちゃ使ってるんですけど、音もいいんですよ。まあさすがに電車とか車とか来ると、まあ、聞き聞こえづらいということありますけど、ダイナミックなステレオサウンド、まあ、実現しておりまして、より深い低音とかもそうですし、少ない振動でね、骨伝導がビーって、あの少ない振動でより大きな音量で体感できるということで、かなりね完成度がぐんぐん上がってて、うん、ランナーにもってこいのイヤホンというか、マジで
そうなんですよ。 僕も某 YouTube 自分のチャンネルで散々レビューしてるんですけど、マジで最強だと思います。 あんま言わない方がいいなということで、ですね、防塵性能とですね、防水性能を備えているんですけど、まあ、激しい運動とか悪天候にも対応、まあ、これがですね、9月5日にグラントリップスター登場です。お待たせしました。いや念願の、そう、いろんなモデルがあるんですけど、まず定番なのがオープンランってやつですね。これ大ヒットモデルでございますに、このオープンラン大ヒットモデルにですね、急速充電機能を搭載しまして、ショックスの骨伝導イヤホンの中で最も軽量なモデルとなっているのがこちらでございます。価格もね、17,880円という感じで、うん、試しやすいというか買いやすいような価格になってますね、うん、いいと思います。でさらにそれのちょっとね、ちっちゃくしているバージョン、頭が小さい方で、この覆う部分ですね、ここにつく部分がちょっとこうキュッとコンパクトになっているやつがオープンランミニ、こちらもありまして、これ価格も同じなんですけど、頭が小さい方、ね、フィットするイヤホンが見つからないなっていう方なんかに、特に長時間ランニングするときに困るという悩みのお持ちの方、お待たせいたしました。お待たせいたしましたですね、はい、結構男性でも僕もね、ミニギリギリ使えるんですよ。あ、そうなんですね。なんでここのループがちょっとちっちゃいんでコンパクトになってるっていうのもあって、うん、ぜひ女性の方とか頭ちっちゃい方とか、うん、ちょっとチェックしてみてください、はい、そして最後に、はい、オープンランプロ2、はい、オープンランの、まあ、上位互換みたいなやつですね、プロ2というのがありまして、これ9月5日発売の新商品になってるんですけど、まあオープンランプロの新モデルということで、走る人に進化した音質をというコンセプトで、雑音も消せるし、うん、音質も良くなっているということで、これねプラス1万円なんです、うん、27,880円という価格、これもいずれも9月5日発売なんですけど、これねでもね分かんないと思うんだ、価格だけじゃ体感してみないとっていう、1万円かオープンランだなって多分なると思うんだ。オープンランでも十分なんですよ、はい、でもそういう時やっぱあれですね、そうですね、我らがガジオのガジオにガジオのレビュー動画がここにあるんですよね。あ、そうですね、もう公開されてまして、一緒に撮影してて僕も体感したんですけど、うんうん、違いがすごい分かりました。違うんだよね、そう、オープンランでも十分聞こえるし装着感いいし、うん、お、いいじゃんいいじゃんってなるんだけど、オープンランプロ使うと、うん、ああプロいいっすね、そういうことか、そういうことか、そうそうそうなるんだよね。でもこれ体感しなかったら、うん、オープンランでもいいかもしれないけど、体感しちゃったらね、そうですね、っていうのもあるけど、うん、まあ、両方いいんですよ、まあ、それぞれの予算感と、ね、どう状況に合わせて、状況に合わせて、そうそうそう、ぜひガジオに聞いてみてくださいウィークリーラントリップお届け盛りだくさんで、ね、してきましたが、はい、フランスからお届けしまして、すみません、ちょっとフランスにいるよりフランス情報少なめでしたけども、まあ、そのフランス情報はね、はい、後ほど岡田さんの大会の、まあ、密着動画というか、はい、スタートからもうすぐ上がるんですよ、レースから、ね、そうですね、すっごい映像になってます、これ、わわわわ、マジですか、はい、楽しみです。もうだからそういう意味だと46時間走って、逆に言うと46時間撮影、まあ、しっぱなしじゃないけど、そうですね、撮影のこと考えてるっていうね、なかなかタフな出張で、そうですね、なんかいい体験でしたいや本当にちょっとラントリップとしても、うん、我々としてもなんか新しいこうカルチャーとか、うん、あ、こんな大会あるんだ、こんな雰囲気だったんだっていうの、すごい、なんて言うんだろう、肌でね、うん、すごい刺激を感じたイベントだったの で、 そうです、ね、これをだから日本にいろんな形、コンテンツとかイベントとかいろんな形で僕らも届けられればなと、そうですね、思いますので、それは義務がありますよね。お、届けなければならない、これを見たらっていう、やっぱり、はい、もっと自由に楽しく走れる世界のミッションを背負ってるから、はい、そうやらなきゃいけないということ で、 で、ね、引き続き楽しいコンテンツをお届けしていこうと思いますので、皆様ぜひお付き合いください、はい、ということで、フランスからウィークリーラントリップでございました、まあ、皆さんまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。 バイバイ。ラントリップアプリで走るとマイルが貯まる、貯まったマイルはラントリップストアのクーポンと交換できる、ラントリップでお得なランニングライフを。